というわけで、やってきました。いや今日寒いっすね、空がね、めちゃくちゃ澄んでるんですけど、ちょっとねすごい乾燥してて冷えてますね。はい、で駅の改札口見てなんか見覚えあるなって方、あなたはねなかなかの、ジブリオタクになります。はい、ここはね聖蹟桜ヶ丘っていうところです。京王線ですね。はい、ジブリの舞台になってる、耳を澄ませばの、聖地になっております。では確認しましょう。この目で見てみましょう、駅周辺の風景を。これはもう西口ですね。はい、でこれから丘の上をねちょっと登っていこうと思います。あ、そうか、ちょうどうさぎ年だから、そう、うさぎのオブジェがありますね。はい、いやなんか日陰だからすごい寒いね。で駅前にはねこんな感じの、ブリターって読むのかな、ビターオパ、なんかそういうショッピングモールがある。あ、周辺はそう、あ、そうだ、この京王のなんかデパートみたいなところ、あれだ、耳を澄ませばの舞台になったところでもある。ちょっと進んでいくと、待って、手ぶれ大丈夫かな。それよりもちょっと手ぶれの心配があります。でこれもともとね高架線で電車見えたんですけど、駅のホーム改装されたんでね、ちょっと見えなくなりましたね。昔のそのなんか昭和風情漂うね、ちょっとなんか神秘的な風景はどこ行ったんでしょうか。いやー、そのまま丘の上行くんですけど、すごい花壇が綺麗ですね。はい、で実は耳を澄ませば最後に見たのが多分小学3、4年ぐらいの時なんですよ。でしかも多分2、3回、3、4回ぐらいしか見てないので、詳しくは全然わかんないですよ。耳を澄ませばっていうシナリオがどういうシナリオなのか全くわかんないですけど、中学3年生ぐらいの女の子がなんか恋愛する話っすよね。はい、でなんか小説とか書いたりとかして、あとなんか楽器とか弾いたりして、うん、で主人公の名前も知ってます、月のしずくさんかな、うん、のショートボブの女の子ですよね。あの子が可愛いなと思いました。はい、ただ耳を澄ませばの作品が具体的には分かんないんで、なかなかなんかああいう雰囲気出すの結構好きですね。ちょっと日本語おかしい、寒すぎてちょっと日本語おかしくなる。あとあれだ、カントリーロードの曲いいよね。このオープニングに流れるさ、この夜景の風景でなんか洋楽版のカントリーロードを流れるところを見るとね、なかなか鳥肌立ちますね。はい、でこの先あれですね、霞ヶ関橋かな、うん、があります。とりあえず自分あれなんですよ、まあ、ジブリ自体はそこそこ見たことあります。はい、ナウシカだったりとか、ラピュタだったり、トトロ、ホタルの墓、あと魔女の宅急便、思い出ポロポロだっけ、影薄いアニメちょっと言っちゃ悪いけど、で平成たぬき合戦ポンポコとか、紅の豚とかで、カンドリロードじゃなくて、耳を澄ませばとか、もののけ姫、あと千と千尋とハウルとゲド戦記でポニョと、コクリコ坂までは見ました。それ以外多分見たことないですね。はい、なんか広告でたまにやってるけど、なんか海が聞こえるってアニメ何、全然俺わかんないんだけど、
海が聞こえるのなんか シナリオ知ってる方いたらぜひコメントお願いいたします。はい、でその中で一番好きな作品がラピュタですね。なんでかというとね、ああいうなんか神秘的な描写を描くのも好きだし、なんか無邪気なその冒険心をくすぐってしまうっていうか、ああいう系のねなんか冒険心をなんかさらになんか闘魂を熱くするようなねアニメはねちょっとなかなか傑作品だと思います。はい、あそうこれがねあの霞ヶ関橋か、なんかややこしい名前だよね。国会議事堂じゃないんだからさ、地名ちょっとややこしい部分あるんですけど、ここは国会議事堂の方じゃないですよ、あれだね、耳を澄ませばのその絵の描写よりもちょっと栄えてきてますよね。周辺もだいぶなんか家建ってますね。あの時なんか所々畑とか見えてましたよね、なんかもっと郊外チックななんか郊外っぽい雰囲気出てたんですけど、今に至ってはもうただのなんかベッドタウンみたいな感じになってますね。はい、ごめんねちょっとさっきからカミカミで、あのね寒すぎて下がちょっと回ってないです。はい、ここがあれか、いろは坂だよね。名前ややこしいな。つうかここの寿司屋さんめっちゃうまそうなんだけどでも値段張るね。あーすごい意外と急斜面ですね。はい、そうなんか男の子と雫さんがこのなんか急斜面のところなんかサイクリングしてるような描写を見たことあるんですけど、僕の気のせいなんでしょうか。そうだね、まさにザ・耳を澄ませばのなんか舞台になってるところですよ。なんかね風景から見てもねなんか横浜と似てますよね。ほら桜ヶ丘一丁目、こう後ろから見るとこんな感じになるんですけど、なかなかあれですよね、高層マンションがそびえ立ってます。はい、もうちょっと進んでいくとねちょっと一望できるんでね風景を。そう、あやまあジブリって言ったらまあ宮崎駿さんの作品なんですけど、興行年収とかなかなか高いっすよね。一番高いのが千と千尋で、その次がもののけとかだよね。いやあれなかなか神秘的でいいよね。そう千と千尋はあれだよね、なんか四万十温泉だっけ、なんか群馬にある銭湯と、あと台湾のどこだっけ、あの繁華街中華街みたいなところのところを舞台になってて、もののけ姫は屋久島とかだよね。屋久島とかあとあれか、あの東北の白神山地とかあっちの方もなんか舞台になってるらしいっすね。はい、で一番気になったの、あそう思い出した、なんかブレイキングダウン出てる飯田さんっているじゃないですか、あの最強の男、あの人すごいなんかジブリ好きなんですよ。で一番好きな作品があの魔女の宅急便っておっしゃっていたんで、彼ロリコンなのかなと思いましたね。ええ、魔女の宅急便の主人公だって13歳ぐらいの女の子でしょ。確かに可愛いよねあの子。というかさ、
魔女の宅急便の舞台ってどこなの？俺さ、ずっとパリだと思ってんだよ。フランスのパリ。なんか欧州っぽいね、雰囲気がありますよね。これはどっち行った方がいい？階段もあるんですけど。これね、多分ブレイキングダウンの飯田正成さんだったらかなり興奮するはずですよ。というか、耳を澄ませばってアニメを見たことあるかどうかは分かんないですけど、ただなんかあれだね、年季の入ってる建物がそこまでないっていうか、割となんか新築なマンションが多いですね。はい、このマンション建ってるところあれなんだよね、京王線沿いなんだよね。いいね、悪くない悪くない。やばい、鼻水が出るね。だって気温がもう一桁台なんでね、尋常じゃないほど肌に突き刺さるような寒さ。いやー、これ TM レボリューションの西川貴之さんだったら、違う、西川貴教さんだったらね、この凍えるような寒さをね、この熱いハートで貫いてね、防寒対策できるんじゃないかなと思う。うん。口下手すぎて何言ってるか分かんなくなったよ。こっからまた一望すると、なんか横浜みたいだね。この丘の上からランドマークタワーを眺めてると同じような感覚です。これ横浜でいう保土ヶ谷区みたいなところかな。なんか保土ヶ谷区からなんか西区を眺めたみたいな、そんな感じ。じゃあ登ります。これあれだよね、しずくさんが実際降りた階段だよね。俺見たことある、それ。そう、後ろから見るとこんな感じになってます。車大丈夫？入り組んでんな。いろは坂ってなんか名前もややこしすぎだよ。なんか日光と被ってんだよ、ここ。坂の名前もそうだし、さっきの霞ヶ関橋もそうなんだけど。本当に誤解されそうで怖いわ。うん。そうそうそう。多分この先に、神社があるはず。あ、そう、この先っていうのはこっちね、こっちの方面。あ、すいません、ありがとうございます。こいつですね。え、コンビラ神社、え、キンビラ神社、コンビラ神社、どう読む？なんかあれですね、なんか毘沙門天とかが祀ってそうな多分神社だと思うんですけど、その辺全く疎いんでね。はい、なんかどんどん神聖なる領域に近づいてきてるような感覚です。はい、これ見て、後ろどう？なかなか勾配きついよね。おい、勾配きちいぞ。ああ、俺こそが第二の勾配日記。それ言うとなんか叩かれんな。絶対叩かれるって。なんか俺がブレイキングダウン好きになっちゃうよ。うん、そう、ブレイキングダウンよく見てるんだけど、ここではあんまり語らないです。なんか別の動画で、最近すごいバズってるじゃないですか。朝倉さんが主催でやってるブレイキングダウン。ちょっと今度ね、語りたいと思います。まあ今回はね、まあ、ジブリの話、ジブリに携わる動画なんでね、ジブリの話をするんですけど、ただ、最近全く見なくなったからね、しかも著作権すごいうるさいじゃないですか。ここね、知ってますかね？ここはね、杉野くんっていう野球部の男の子と、なんか雫さんが一緒にいたところ、
で杉野くんが告白したところですね。はい、あれなかなかねヒリヒリしますよね。うん、多分心臓破りに告白したと思うんですけど、あの時断ったのかな、ちょっとそこまでは分かんないですけど、いやなんか聖地巡礼できてよかった。一度は行ってみたかったんだよね、桜ヶ丘でね。ちょっと最終スポット、桜ヶ丘ロータリーっていうところがあるんですよ。あれだっけ、なんかパン屋だっけ、パン屋なのかスイーツ店なのかよくわかんないけど、そこが、まあ、実際に舞台になってるってことなんで、この先にあんのかな、大丈夫、手ぶれ激しくない、なんかカメラ固定するやつがなんかどっか行っちゃったんだよ。だからね、いつもよりもね手ぶれがひどいかもしんない、もしかすると。あ、後ろこうなってんだ、これね。いやなんか丘陵地帯の上の方に行くとなんか高級住宅街が広がってるようなイメージあったんですけど、普通の住宅街ですね。はい、なんか芦屋にあるさ丘の上のなんか高級住宅街あるじゃないですか、なんかあそこみたいなところちょっと僕には全く縁のない場所なんでね。あ、でもここ、あ、でも、あ、いいね、家もいいね、どっちかというとお金持ち寄りの方が住んでる家がありますね。こっから見る風景だってすごい、家密集してるじゃん、いいね。たまってもう東京のベッドタウンでも言えるしね、こっからだって渋谷、新宿、池袋とかね、そっち方面アクセスするまで多分そんなに時間かかんないんでね、つうかもう電車一本で新宿とか行けるんだね、ここの地域は。 あ、まだ桜ヶ丘一丁目なんだ、なるほどね。もうねひたすら歩き続けて、もう桜ヶ丘駅からね多分17分ぐらい経過してるんですけど、なんつうんだろう、夏に訪れればよかったと思う。なんか冬だとねあんまりなんか没入感がないというか、あまりの寒さになんか没頭していられない。うん、ただ視聴者側からするとまあ客観的に見ればちょっと没入感あるかもしんないね。うん、どれ、これ、これでなのかな、桜ヶ丘ロータリー、これじゃないよね、違うよね、もうちょっとでかいところでしょ。あ、なんかあれだね、この辺になると高級住宅街っぽいところに来ましたね。うん、浄水場前とか書いてあるんですけど、どこが浄水場なんかわかんないよ。この辺になるとあれだね、高級住宅街っすね。うん、なんか田園調布に来たような気分です。この辺に住んでるサラリーマン年収何千万円稼いでるんでしょうか、すごい気になります。いえ、あれ、ロータリー意外と遠いな。これ道順間違ってる可能性あるぞ、ワンちゃん。京王バスね。安いのかね、京王バスって。あ、なんかありそうなんだけど、ロータリー。あ、多分絶対ある、この先。いや、みんなあれだね、いい家住んでるね。
いや全く僕には縁のないところなんで、多分こういうところは二度と来ないと思うんですけど、これもうすぐじゃない？やっぱロータリーっぽいところある。あれだ、あれはもう間違いない。来ました、桜ヶ丘ロータリーでございます。はい、いいね、順調順調。つうか一本道で行けるもんね、分かりやすいね。むしろ助かる。郵便局があったり歯医者があったり、周り何があるんだ。あの耳を澄ませば、あのなんか実際に舞台になってるあのパン屋さんとかってあるでしょ。今も健在でしょ。間違いないね、ここだね。 OKOK、 ついに来ました。ここが、ロータリーでございます。はい、ロータリーっつってもさ、駅ないよね。ロータリーといえば駅前ロータリーっていうイメージが結構強いんですけどね。公衆電話があります。今日のファッションです。今日のファッション、これ見える？反射で見えないかな、ちょっと見えづらいか。これなんだ、公民館的なところ。集会所なんだ。いや、ここであのクエストとか受注してやって、モンハンじゃねえんだよ。おい、モンハンじゃねえんだよ、そういうボケはいらないと。あ、それは申し訳ない。すごいな、幻想的。これ実際どこが舞台になってんのかね。この辺かな、多分この辺だよね、見た感じ。なんかいろんな店が併設されてるんですけど、この魚屋だったりとか、あと美容室と、これかな、これパン屋だよね。あとはこれも、あ、これ喫茶店か。で、多分この先にあるのが、これもサロンで、あ、これあれか、精肉店か。で、これが、これちょっとわかんないな。まあ、ということで一通り、まあ、探索できたっていうことなんで、まあ、今回はね、ここで、締めさせていただきます。ここまで、耳を澄ませばの聖地巡礼見てくださった方々、本当にありがとうございます。まあ、次回もね、また何かのアニメの聖地巡礼したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、失礼いたします。じゃあね。